今年で35周年を迎えた国営昭和記念公園では、昨日1983年の開園以来の累計入園者数9000万人を達成しました。ちょうど9000万人目が来園した午前9時30分頃には、それを記念したセレモニーが行われ、9000万人目の来園者となった家族に対し記念品が贈呈されました。9000万人目の来園者となったのは川崎市から来た家族で、びっくりしたけど嬉しいです。今までは年間 1,2 回しか来ていなかったけど、年間パスポートをもらったので、これからの見頃の紅葉やイルミネーションを見に行きたいですと話していたということです。